中曽根康弘国際顧問にお願いいたします。ここに常陸宮殿下、同妃殿下のご大臨を仰ぎまして、第24回世界文化賞の授賞式がこのように盛大に開催されましたことを心からお喜び申し上げます。今年も素晴らしい芸術家の皆様を受賞者に選ぶことができ、推薦にあたりましたアジア委員会の国際顧問としても大変嬉しく思います。中国から初めの受賞となりました絵画部門の蔡國強さんは、福島県いわき市とのつながりが20年近くに及ぶとお聞きしております。蔡さんが世界的名声を博された以前に、その作品の芸術性の高さを最初に評価して、初めての展覧会を開くなどのいち早く講演の手を差し伸べたのがいわき市の人々でございました。今も世界各地の蔡さんの展覧会にはいわきに関係した作品が提示されまして、いわきの皆さんが作品設置に駆けつけるそうでございます。また昨年の東日本大震災以降、蔡さんはいわきの被災地のためにいろいろ支援を続けておられることを知りまして、大いに感謝している次第であります。お互いに心を通わせておられる蔡さんといわきの皆さんとの国境を越えた強い絆こそ、世界文化賞が目指す芸術を通じた相互理解を実践していると言えます。また彫刻部門のチェコ・ボナノッチさん、音楽部門のフィリップ・ウラスさんは、日本文化そして東洋文化への造詣も深く、そうした衣装と相まって、まことに人の心を捉えて離しません。また森下陽子さんは、日本のバレエの素晴らしいそのことを世界に知らしめてくれました。残念ながらご欠席の建築部門のヘニング・ラーセンさんも、日本建築から影響を受けたとお聞きしております。いずれの方々も独自の個性に貫かれ、かつ人間性と普遍性にあふれており、見るもの聞くものを魅了し、芸術文化の素晴らしさを訴えております。こうして皆さんと共にその功績を称え、受賞の喜びを分かち合い、さらなる芸術文化の発展を願うことは、選考に携わった者としてこの上ない喜びであります。世界文化賞発足当時から24年、本賞も今や芸術における世界的栄誉と評されるほどに発展してまいりました。今後とも芸術の一層の発展進行に寄与し、さらには人類の平和と繁栄のために寄与してまいりたいと存じます。皆様方のますますのご支援をお願い申し上げる次第でございます。どうもありがとうございました。